稲雨信濃山形所属、足立和樹です。今年から稲雨に所属しておりまして、1年目になります。客室は、オールラウンダーになります。アダッチって呼ばれてます。はい。あ、まあ可愛い感じになっていいんじゃないですか。去年まではチームフィンズっていうチームに所属しておりまして、そうですね、稲雨さんは、はい、今年からですね。大学2年の時に友人がサイクリングクラブですね、本当に全然レースとかしない、まあ、そういうクラブがあるんですけど、まあ、そこを辞めたいから代わりに入ってくれって言われてまあそしたら辞めやすいからみたいなで、まあ、自分ちょっと興味あったんで、あ、じゃあ入るよって形で入ったら、まあ、ちょっと自分がのめり込んでしまったっていう感じですね。あ、稲雨に入ったのはまあ、リュウジさんが稲雨に入っていて、でそれ見て、まあ、羨ましいなっていうのがありまして、はい。で、もともと稲雨っていうと、もう自分が自転車競技始めて、でもう憧れのチームなんですよね。まあ、そのチームにリュウジさんが入って、で JPT に、まあ、加入されて、いや羨ましかったですねで自分も去年、レースで活躍することができて、で、まあ、入るチャンスが、まあ、できたなっていうことで、はい、リュウジさん経由で入らせてもらいました。アマチュアでやってる人たちはある程度みんな憧れっていうのはあるチームなんじゃないですかね。まあ、石川が一番好きですかね、うん、シャドウが緩い方が自分好きなんで、である程度の、まあ、上りの距離があって、で去年も E1 で優勝することができましたし、はい、石川が一番いいですね。あ、石川クリテが苦手ですねクリテリウムはちょっと苦手なんで、いやー、そうですね、あそこのコーナーの処理がどうも下手くそであそこでちょっと足使っちゃってダメですね。もうちょっと、はい、上手くなりたいですまあ1週間ぐらい前からあまり強い強度は入れないようにしてるっていうぐらいですかね。ルーティン、まあ、あんまないですね。まあこれは、まあ、自転車関係なく、まあ、仕事とかでもそうですけど、まあ、まあ死にはしないから大丈夫だなっていうこれめちゃくちゃ強くてまあまあ仕事とかいろんなことで、まあ責任とかプレッシャーとか、まああるんですけども、まあでも、まあ、死なないから大丈夫だなって思うと、まあ、まあ冷静になって、はい、取り組めるというか、はい、まあ、ポジティブに、うん、物事に取り組めますね。まあ、まずは初挑戦なんで、まあ、相手のその力っていうのがまだ何も分かってないので、だからまあ今年の目標としては、まずはロードレースがちゃんとできると、後ろをついていくだけだと、まあ何してるんだって感じなんで、まあその中でちゃんとレースに参加することがまずは第一目標ですね。精一杯頑張りますんで、はい、見ていただけると、はい、嬉しいです。